なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっと。だが事実だぜ。我が輩だって目を疑ったぜ。分かったわ。冗談で言う。とにかくそのソフィアって子が一番今一緒にいるの？ちょっと。そうだな、百聞は一見にし。出てきていいぞ。そよ、怪盗団。え、な私はソフィア、人の良き友人。この子がすごい。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。ふんふんふん。歌い出した。これなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に。え、そこ。つうわけでこいつがよろしくな。すげえ、ガチで意志持った AI とか。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私は桜双葉。まだ微妙。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。誠、春、杏、雄介、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前。ああ、そっか、説明してなかったな。敵に素性がバレないように異世界ではコードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナでこいつが。なるほど、覚えた。そのそうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえずどうしてあなたを。目が覚める前の記憶がなくなっててわからん。人間で言えば記憶喪失ってところ。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる。さすがこんだけ自然に喋れる超高性。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ。それがわ、それ以外は思い出す。ああ、気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ。人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに。まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはず。そう思うよな。で、それは。ああ、どういうわけかこいつが異世界。アリスの友達キーワードを入力したら我が輩たちは。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消す。それと、もうあの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、でも
同じ方法で入って大丈夫なの？また出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入って。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。とその前に後でソフィアの中身見せてくれ。こいつは解析の大丈夫かこれ多分腕はたしっかし集まった途端にこれかよ。は、何、どうしたの？京都旅行の野望はどうなる？それに肉ってキャンプ。残念だけど延期だね。己不可解な異世界。いや、異世界は切れねえだろう。切るな。にゃふん。作った人天才。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごと。よくわからんが、私はすごいってことか。なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパーソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ。時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。あんまり変なこと教えてやるなよ。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか？作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな、うん、とにかく家でもう少し。大丈夫、目と鼻の先だしな。では諸君さ。サラダ。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わ。お前は本当に持ってるが、今回に関しちゃ難儀だな。アリスにエマ、そして新たな異世界。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんの。呼んだか？お前の存在が謎って話。喋る猫に言われたくない。これもって謎の AI に言われたくねえよ。だいたい AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃ。 AI ってのは頭がいい。それは反論できない。そこまでへこむ。私は人の良き友人、役に立てないと意味。良き友人か。ああ、きっと大切なことなんだが、役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？あ、人の心がわかるようになればいいんじゃない？心？ああ、そうすれば相手の気持ちもわかって友人。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学べばいい。その代わり怪盗団を助けてくれ。そうか、なるほど、悪くない。
それで人の良き友人になれ。ま、リーダーがいいならだけどな。ありがとう、リーダーボスお頭。これで取引成立だな。明日は偵察もある。今日はオーケー、おやすみ二人とも。よし、全員集ま、今から何度も通った道だ。今さか、かかって情報も少ないし、慎重に行きましょう。エマを使って入るんだよね、特別な。そ、起動エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生。タッカ関係ないから、てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを。よし、じゃあ。どうなった？みんなが怪盗服になった。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を。は美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。もうふざけないの。でも本命はこっちじゃない。街の景色を。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響して、あの、おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだ。ジェイルを滑る女王の根城ということか。この辺りは街の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ない。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入って、そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から。あの宝石みたいなやつな。それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか。 AI 少女すごくか。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線。その服なんか不思議な感じ。モフモフ。触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する、子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った、ここのシャドウたちが言ってた、願いを奪えとか、キングに献上する。人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それって。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それら。わからん。どこかに囚われてるのかもしれない。ねえ、その襲われてた人たちってどういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界ではだ。そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、
ぶっちゃけ悪い。シャドウに何かして現実に影響。だがどうする、泥道危険な状態な。いや、今の話は推測に過ぎ。我が輩たちが見たのは現実世界で確かめないと。そのためにも。それに認知世界で主に何かすれば最悪。はい、ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。また偶然イベントにでも出くわさなきゃ。まあそういう話は外。じゃあ一度ここか。ジェイルの状況は確認できた。調べるっつったって何調べん。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街。ネットの方は私に。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのは。あのさ、私は、ま、前にモデル事務所の社長に頼。アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって。みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすが。何もわかんないかもよ、話すのとか。それに全員は無理だよ。せいぜいあとよし、そういうことだ。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾掴んでこいよ。おお、案外やる気満。我が輩も一緒に行くぜ。見つからない。とりあえず今日は行くぞ。興味深い。かわいいよね。あ、わわわわわわわ。そうだな、役に立つぞ。ありがとう。ふっふん。
うそう。なあなあ。